志と夢の違いって分かりますか？夢は有限です。その人の命が尽きたら終わりません。志っていうのは無限なんです。大学卒業後にパナソニック株式会社に入社しまして、国内外の営業マーケティングをしました。インドに駐在しまして、全国のマーケティング責任者をやりました。インド人の部下もいたんですけど、全然相手にしてくれなくて、インドのことを知らない日本人が何を言ってんだっていう感じなんですね。素のままで彼らに当たってですね、どんどん知ろうと思ってたんですね。彼らのことがよく分かってきて、すごい仲良くなったっていう。で、自社も売り上げ上がって、お客様ももちろん儲かって、地域も良くなったんですね。みんなが幸せになっている瞬間っていうんです。本当にこれほどないという達成感とか幸せ、このために生きてたんだと思ったんですよ。17歳の夏なんですけど、バイクで交通事故に遭いまして、4日間意識不明になったんですね。目を覚ますと右足がほとんど動かないんですよ。記憶もできない人になってて、毎日あの時バイクに乗らなければと後悔してて、私の歯って弱みを見せたことないんですけど、その時だけは死にたいと泣き叫んでたみたいなんですね。お前ほどの親孝者はいないと言われまして、でもありがとうって言われたんですね。泣きながら生まれ変わらせていただいたと思って、もう一回生き直してくれって言われたんですね。ガンジス川って死体焼いたりしてるんですけど、人が死ぬのを見てたどり着いた答えが、実はそのガンジス川で、人の命を生かされる循環を作る、このために自分の命を使おうと思いました。志に絆と書いて四半形というのを作ってるんですけど、崇高な志をどなたで持ってるんですよね。その崇高な志を引き出すと、人生に揺るぎない軸ができるんです。四方よしというのは売り手、買い手、世間、未来です。で、未来に企業を永続させようとした時に後継者がいないんですよ。ここをちゃんと次世代に残していきたい。四方よし企業を世界に広げ、次世代にわたり人が生かされる世の中を作る、この思いで今経営をさせていただいています。